岡田監督が選びます FIFA 11世界選抜スターティングメンバー11名を一挙に発表していただきます。岡田監督お願いします。はい、ゴールキーパージュリオセザル。あれため、どういう、川口じゃないよ、ジュリオセザルって言ったの。ディフェンスエシエン、サネッティ、ジェラール・ピケ、ビリッチ、いいメンバーだね。中盤3人でいこうかな、エジル、シャビ、そしてスナイデル、フォワード、イニエスタ、フォルラン、ウェイン・ルーニー。各ポジションごとにお話を伺いたいと思いますけれども、はい、ここのところジュリオ・セザールというのはやっぱり力的にピカイチかもしれないなと思って、カシージャスなんかよりも安定感があるんじゃないかなというのをずっと思ったんでね、キーパーは個人的にはまあブフォンちょっと知ってるってこともあってブフォンを入れたかったんだけど怪我してるんでジュリオ・セザールということにしました。なるほど、はい、続きましてディフェンス4バックで4選手、はい、まずエッシェン、まあ、これはね僕はどうしてもこう好きなんですよこの選手が。でこの選手を入れたいんだけど中盤じゃちょっと入りきらないんで右のサイドバック時々やってますからね、はい、右のサイドバックでオランダで試合した時にエッシェンもう余裕でしたよね、あの日本代表と試合した時に。でファール受けてもポッポッと誇りを払うようにして立っていくと文句も言わない細いことだというようなあの雰囲気が好きでしたね。でサネッティというのはやっぱりこの年になってもまだまだ走れるし技術あるしやっぱりサイドバックが今攻撃に絡めなかったらなかなか厳しい中で攻守できる、まあ、攻撃だけできるサイドバックディフェンスだけできるサイドバックがいるんですけどサネッティは両方できる本当に僕も好きな選手ですね。でビリッチに関しては今ストッパーとしては世界で一番硬いんじゃないかな、あのボールサイドの潰し、カバーリング、そういう意味で、まあ、ファールちょっと多いんですけどビリッチを引き抜きました。そしてピケは僕がマンチェスターユナイテッドにレンタルで出てった時からあこの選手面白い選手になるかもしれないなと思ったんですけどともかくディフェンスラインから中盤に入れるパスがめちゃくちゃうまいです。トゥーリオみたいなイメージがあって、やっぱりディフェンスストッパーからパス出せる選手が一人いないと今のサッカー厳しいということで、ピケを入れました。続きましてでは中盤に参りましょう。はい、まあ僕が考えているイメージのパスサッカーしようとするとシャビはどうしても欠かせないと。でやっぱりシャビが真ん中に置いてあのディフェンスラインから一番怖いところ相手のただ受けるのも怖いところ僕らがインナーって言ってるポジションでボールを受けれるそこからまた相手の怖いところへセーフティーなパスばっかりするんじゃなくてくさびをぐすっと入れれるようなこのシャビをどうしても入れたかったと。そしてエジルはこのワールドカップで僕はエジルとフォルランこの2人がすごいなっていうすごいインプレッションを受けた選手です。そういう意味で攻撃でパスもできるドリブルもできる2列目から飛び出していけるこのエジルっていうのはやっぱり中盤で入れたいと。そしてもう1枚はハードワークできる選手ということでまあ点入れられて悔しいんですけど、まあ、スナイデル入れてやろうかなと思って入れておきました。シュートを持ってるんでね彼は。そうですね、そして最後フォワードに参ります。はい、まあイニエスタはフォワードじゃないっていう考え方もできるんですけど彼が生きるのは一回まあ、3トップの右サイドでイメージしてるんですけど右サイドで張ったところから下がってきて受けてまた出ていくと香川真司のようなイメージを持ってます。そういう意味でイニエスタを、右のトップと。でさっき言いましたようにフォルランに関してはビジャレアルとか今アトレチコですかそういうところで見てるときは
それほどでもなかったんですけど、フォルランってこんなにすごい選手なんだってのをこのワールドカップで感じまして、どうしても入れたかった。そしてルーニーに関してはやっぱりセンターフォワードらしいセンターフォワードでも、彼は左サイドから中入ってくるのが得意なんで、ちょうどそしたらフォルランを入れたいんで、ルーニーを左サイドに持ってくればいいかなっていう。やっぱりパンチ力シュートということを考えるとルーニーということでここを入れました。これが岡田監督が選びました FIFA11 世界選抜のスターティングメンバーということになりました。